SB デバイス、指キー i は、コンピュータ、ネットワーク、オンラインサービスへのアクセスを保護するため、指 u 社により製造された、ハードウェア認証デバイスである。これは、ワンタイムパスワード、公開鍵暗号、認証、フィドアライアンスが開発した、ユニバーサルセカンドファクター、フィドにプロトコルに対応している。ユーザーは、ワンタイムパスワードを発行するか、 デバイスによって生成されたフィードベースの公開鍵、秘密鍵ペアを使用することで安全にアカウントにログインすることができる。また、ユビッキーはワンタイムパスワードをサポートしていないサイトで使用するための静的パスワードを保存することもできる。Facebook は従業員の認証情報にユビッキーを使用している。Google は従業員とユーザーの両方に対応している。 いくつかのパスワードマネージャーは、ユビッキーをサポートしている。ユビコは、ユビッキーに似たデバイスのセキュリティキーも製造しているが、公開鍵認証に焦点を置いたものである。ユビキーは、Mac ベースワンタイムパスワードアルゴリズムと、時間ベースワンタイムパスワードアルゴリズムを実装し、USB-HID プロトコルを介して、ワンタイムパスワードを配信するキーボードとして、自身を識別する。 ユビッキーネオよびユビッキー4には、1024、2048、3072、4096ビット、RSA と楕円曲線暗号、P256 よび P384、近距離無線通信、FIDU2 回を使用したオープンプグップカードなどのプロトコルが含まれている。ユビッキーを使用することで、秘密鍵を外部に公開することなく、 メッセージの署名、暗号化、複合化を行うことができる。第四世代のユビッキーは2015年11月16日に発売された。これは4 0 9 6ビットの RSA 鍵を持つ OpenP ププグップに対応し、Docker イメージのコード署名を可能にする機能である PIV、スマートカードの PKCS11 をサポートしている。y u は CEO のスティーナ・エアロバード氏が2007年に設立した非公開企業でパロアルト・シアトル・ストックホルムにオフィスを構えている。ユビコの CTO であるヤコブ・エアロバードはユニバーサル・セカンド・ファクターとして知られるようになった最初の強力な認証仕様の筆頭著者である。2018年、ユビキーはフィドニーのサポートを追加したユビキー5シリーズをリリースした。 ユビコは2007年に設立され、同年11月に開発者向けのパイロットボックスの提供を開始した。2008年4月に開催された年次 RSA カンファレンスで初代ユビッキー製品が発表され、2009年にはより堅牢なユビッキー2モデルが発売された。ユビッキーという名前は日本語の指に由来する。ユビッキー2以降のモデルでは、 二つのスロットが用意されており、アイス秘密鍵やその他の設定で二つの異なる構成を保存できる。認証時には一つ目のスロットは端末のボタンを短く押すだけで使用され、二つ目のスロットはボタンを2から5秒長押しすると使用される。2010年、ユビコはユビッキーオースとユビッキールフィードモデルの提供を開始した。ユビキーオースでは 独自の OTP 認証方式である32文字のワンタイムパスワードに加えてオープン認証イニシアティブのプロトコルを利用した6文字から8文字のワンタイムパスワードを生成する機能が追加された。指切るフィードモデルにはオース機能に加えてミフェアクラシック1キロのルフィードチップが搭載されているが、これは パッケージ内の別個のデバイスであり、USB 接続による通常の指っ子ソフトウェアでは設定できない。指っ子は2012年2月に指っきーなのを発表した。これは標準の指っきーの小型化バージョンで、ほぼ完全に USB ポート内に収まり、ボタン用の小さなタッチパッドのみが露出するように設計されていた。指っーのその後のほとんどのモデルは標準サイズと ナのサイズの両方で利用可能である。2012年には近距離無線通信技術を実装し、デバイスの USB 側と統合することで、以前のユビキールフィード製品を改良したユビキーネオも発表された。ユビキーネオは NFC データエクスチェンジフォーマットメッセージに含まれる設定可能な URL の一部としてワンタイムパスワードを NFC リーダーに送信できる。 ネオは USB-HID キーボードエミュレーションに加えてクシッドスマートカードプロトコルを使用して通信することもできる。クシッドモードは PIV スマートカードとオープンプグップに対応し USB-HID はワンタイムパスワード認証方式に使用される。2014年にはユビッキーネオがアップデートされフィドユニバーサルセカンドファクターに対応した。 その年の後半、ユビコアフィ i d u 2回セキュリティキーをリリースしたが、これには特に U2F サポートが含まれていたが、以前のユビッキーのその他のワンタイムパスワード、性的パスワード、スマートカード、NFC 機能は含まれていなかった。発売時には、ユビッキースタンダードが25ドル、ユビッキーネオが50ドルであったのに対し、わずか18ドルという低価格で販売されていた。フィド U2F の開発中に Google が発行したプレリリースデバイスの中にはユビコ・ウィニスビーナビーと報告されている。2015年4月、同社は標準とナノの両ホームファクタでユビッキー i エッジンを発売した。これは OTP や U2F 認証には対応するが、スマートカードや NFC には対応していないため、機能面ではネオとフィという2回製品の中間に位置していた。 ユビッキー4ファミリーのデバイスは2015年11月に発売され、標準サイズとナノサイズの USB-A モデルが用意されている。ユビッキー4は許容されるオープンプグップキーサイズを4096ビットに拡大するなど、ユビッキーネオのほとんどの機能を搭載しているが、ネオの NFC 機能は削除された。ユビコは CES2017 で新しい USB C デザインに対応するためにユビッキー4シリーズの拡張を発表した。ユビッキー 4C は2017年2月13日に発売された。USB-C 接続の Android OS 上ではワンタイムパスワード機能のみに対応し、その他の機能はユニバーサルセカンドファクターなど現在は対応していない。2017年9月には 4C ナノ版が利用可能になった。 2018年4、同社は新しいフィドに認証プロトコルである w e b オーソン及びクライアント2オー t ンティケータープロトコルを実装した初のデバイス、セキュリティキーバイユビコを発表した。発売時には USB-A コネクタを備えた標準フォームファクタのみで提供される。全モデルのフィド u 2回セキュリティキーと同様に青色を基調とし、ボタンには 鍵のアイコンが採用されている。ボタンとキーリングの穴の間のプラスチックに2という数字が刻まれていることで区別される。また、フィドう2回機能は保持しているが、従来のデバイスの OTP 機能やスマートカード機能が欠けているため、ユビッキーネオやユビッキー4よりも安価で、発売時には1個あたり20ドルとなっている。ユビッキー製品の主な機能と機能の一覧である。 ワンタイムパスワード及び内部に保存された静的パスワードを使用する場合、指キーはシステムのキーボード設定にできるだけ依存しないようにするために変更された16進数のアルファベットを使用して文字を出力する。このアルファベットはマディ x または ModifiedHexadecimal と呼ばれ16進数の0123456789アブクデフに対応する文字。 クバばファがウクルンルタブで構成される。U-By-X は USB-HID モードで生のキーボードスキャンコードを使用するため、ドボルザークのような異なるキーボードレイアウトで設定されたコンピュータでデバイスを使用すると問題が発生する可能性がある。ワンタイムパスワードを使用する場合は、オペレーティングシステムの機能を使用して一時的に標準の US キーボードレイアウトに切り替えることが 進められているが、指キーネオ以降のデバイスは、マディエックス文字セットと互換性のないレイアウトに、合わせて代替スキャンコードを設定することができる。u b y キ x とセキュリティ、キーズの U2F 認証は、キーボードスキャイコードの代わりに、生のバイナリメッセージを送受信する代替 u 2 f ィドプロトコルを使用することで、この問題を回避する。クシッドモードは、 HID プロトコルを全く使用しないスマートカードリーダーとして機能する。曖昧さによるセキュリティの例として指キー上で実行されるコードのほとんどがクローズドソースであることが挙げられる。指コア PGP や Mac ベースワンタイムパスワードのような業界標準機能のコードをリリースしたが、それは製品の第4世代の時点で、これは 新しいユニットに付属しているコードと同じではないことが明らかになった。新しいユニットは工場で高級的にファームウェアロックされているためオープンソースコードをコンパイルして手動でデバイスにロードすることはできない。U2F、PIV、MADX などの他の機能のコードは完全にクローズドソースである。2016年5月16日、ユビコの CTO である。 ヤコブ・エアロバード氏は、オープンソースコミュニティの懸念に対して、私たちは製品会社として、既製品のコンポーネントに基づく実装に対して、明確な立場を取っており、商用グレードの AVR やアームコントローラーのようなものは、セキュリティ製品に使用するには適さないと考えている。というブログ記事で回答した。テクダートの創設者であるマイク・モスニック氏は、この決定に対し、 暗号化は厄介なものである。ほとんどの場合、脆弱性やワグがある。これは最近多くのことを指摘している。しかし、それらを修正する最善な方法は、多くの知識のある人にコードを見てもらうことである。クローズドソースではそれは不可能である。と強く批判した。2017年10月、セキュリティ研究者は、様々なセキュリティキーや、 セキュリティトークン製品で幅広く使用されているインフィニアンのセキュリティチップで使用されている暗号化ライブラリーでの RSA キーペア生成の実装に脆弱性を発見した。この脆弱性により攻撃者は公開鍵を使用して秘密鍵を再構築できる。リビジョン4.26から4.34までの指っー4、指っー 4C、指っー4などのべてのデバイスが この脆弱性の影響を受けている。ユビコでは出荷されているユビキー4のすべてのデバイスについて別のキー生成機能に切り替えることでこの問題を解決し影響を受けたキーの交換を無償で提供した。交換オファーは2019年3月31日で終了した。場合によってはユビキーの外部で新しいキーを生成しデバイスにインポートすることで この問題を回避することができる。2018年1月、ユビコは、ユビキーネオの OTP 機能のパスワード保護が特定の条件下でバイパスされる可能性がある、中程度の脆弱性を開示した。この問題は、ファームウェアバージョン3.5例で修正されており、ユビコは、影響を受けたと主張するユーザーに対し、無償で交換用キーを提供した。2019年6月、 ユビコはファームウェアバージョン4.4に及び、4. 4.4を搭載したフィップス認証デバイスにおいて電源投入直後にランダム性が低下したことを報告するセキュリティアドバイザリを公開した。ランダム性が低下したセキュリティキーを使用すると予想よりも簡単にキーが検出されて侵害される可能性がある。この問題はフィップスシリーズのみに影響し 特定のシナリオのみに影響を与えたが、フィップスエクザの使用はリスクが高いとしている。同社は影響を受けた鍵の交換を無償で行っている。2019から20年の香港抗議行動では、警察による権力乱用に直面した抗議者のネット上の安全性に大きな懸念が寄せられている。ユビコは香港のデモ参加者を保護するために500台の指キーを スポンサーとして提供した。同社は脆弱なインターネットユーザーを保護するという同社の使命に基づいて決定したとしており、言論の自由を支持する人たちと協力しているという、ありがとうございます。